皆さんこんにちは。今回は、とあるラブホテルの事件について調べてほしいというリクエストをいただきましたので、それについて取り上げます。ラブホテルといえば、怖い噂も多いのですが、そのほとんどは元ネタすらない都市伝説であることも多いです。しかし、今回は実際に不可解な事件が起きていたのです。以前に視聴者さんから、東村山市にあるラブホテルについて調べてほしいというリクエストをいただいておりました。どういう話なのかというと、すでに潰れているので名前を出しますが、かつてドルフィンという名前のホテルが存在していました。潰れる直前は別の名前になっていたものの、そのホテルも潰れ、現在は更地となっているそうです。そのようなホテルで、営業中から幽霊の噂が多く、地元では有名だったというのです。ラブホではこの手の噂はつきものですが、根拠がないというわけではなく、ある一室で遺体が発見されたという話があるようです。前にも取り上げた大島テル、でこの住所を調べてみると、10年以上前にベッドの下から女性の遺体発見、と書かれています。投稿されたのは平成25年ですから、そこから10年以上前の話ということになりますが、ベッドの下から発見された、というのは一体どういうことなのでしょうか。一緒に宿泊した人物が、室内で殺害、その後にベッドの下に隠していった、ということでしょうか。いずれにしても、実際に霊の噂が生まれるきっかけの事件はあったのかもしれません。ちなみに、こちらがかつてのドルフィンですが、一見普通のホテルで2014年にはホテル名が変わっているのが確認できます。2022年はまだ看板が出ており、駐車場に車が止まっているので運営中だったのだと思われます。しかし、2024年には更地になっており、2022年以降に閉業したのだと思われます。事件が起きたと思われるのは2003年以前の話ですから、事件後に霊の噂が出ていても経営は続いたようです。本当に幽霊が出ているとすれば、すぐに閉業してしまってもおかしくはないと思いますが、このホテルで本当に事件が起きていたのか、起きていたとすればどのような内容だったのかが気になりますね。リクエスト主さんも地元の方のようで、確かに噂が広まっていたのは間違いなさそうですが、ネットではあまり情報はありません。しかし、東村山市の心霊スポットスレでこのような情報が書き込まれておりました。2002年の投稿ですが、おそらくドルフィンを指している書き込みで、以前に殺害された女性の遺体がベッドの下に放置されていて、そのままお客がベッドで、と書かれています。2002年時点でコピペされている形跡があるので、事件が起きたのはもっと前なのかもしれませんが、大島テルの情報と一致しているので、実際に事件が起きた可能性は高そうです。少し引っかかるのが、遺体がベッドの下に放置されていて、それに気がつかなかった客がいたというような内容になっており、普通は使用後は従業員が掃除するはずなのでベッドの下も確かめると思うのですが、気がつかなかったのでしょうか。いろいろと不可解な事件ですが、とりあえず実際に報道されたことがないか調べてみましょう。この件について調べてみたところ、確かにドルフィンで起きた事件が見つかりました。1998年10月30日、午後3時頃にホテルドルフィンの302号室にて、女性が死んでいるのを支配人が発見します。東村山署で調べたところ、女性は所沢市の会社員で、ベッドの脇に下着姿で仰向けで倒れており、外傷はなかったと言います。さらに、財布やハンドバッグなども残されており、窃盗目的でもなく、そもそも死因もよくわかっていないようです。ただ、女性は30日午前1時頃に男性とチェックインしており、同日午前3時頃には、男性が急な仕事で帰る、と一人でチェックアウトして帰ってしまったと言います。警察は事件と病死の両面で調べており、交際していた男性から事情を聞いているという一文で終わっています。ネットの情報とは一部異なるものの、この報道についてもだいぶ不可解な話で、男性が怪しいと思う人は多いかと思いますが、女性がどうやって殺されたのかが不明なんですよね。外傷がないので、
女性は病で亡くなってしまったというのもありえますが、この件については続報はなく、その後どうなったのかは不明です。しかし、実際にドルフィンで不可解な事件が起きていたというのは事実で、少なくともその4年後にこの件について書き込まれていますから、地元で有名になっていてもおかしくはありません。この事件について、警察は、病死、の可能性も考えていますが、続報がないと考えると、その可能性もありそうです。男性は午前3時にチェックアウトしていきましたが、死体が見つかったのは午後3時で、男性がチェックアウトする際に女性は存命で何らかの病気を抱えており、不運にも男性がいなくなった後に亡くなってしまった、と考えると辻褄は合います。記事には、交際していた男性から事情を聞いている、とあるので、男性は逃走しているわけではなく、警察の事情聴取に応じているわけで、明らかに怪しいこの男性が逮捕されていれば続報が出るはずですし、事件性がないと判断された可能性もあります。チェックインからわずか2時間で出ているので、急な仕事、というのもわかりますが、実はこの日は金曜日で、土日が控えているので急ぎの仕事ができたと考えればおかしくはないですが、真相は不明です。ただ、女性は23歳と若いので、亡くなってしまうほどの病を抱えていたとも思えないんですよね。ちなみにドルフィンですが、昭和63年に新築された建物で、同年の自治体の資料にこの名前が出てくるので、新築時からドルフィンとして経営していたようですが、平成7年には東村山市に差し押さえられており、その後に別の企業に売買されているので事件が起きた頃には経営企業は変わっていたと思われます。そのような中で、事件が起きたのは経営会社側も少し気の毒な話ではあります。現に、この事件が元で幽霊の噂が広まっている形跡がありますから、事件性がなかったとしても、このホテルに影響はなかったとは言えないのかもしれません。しかし、冒頭でお話しした通り、実はつい最近までホテルは運営されていたようなので、ある程度客は入っていたのではないかと思います。2022年頃に閉業したと考えると、コロナの影響があったのかもしれませんね。いかがでしたでしょうか。本当に噂の元となった事件があるとは驚きました。事件については、いろいろと不審な点がありますが、無事解決することはできたのでしょうか。地元の方で、この件のその後ご存知の方がいらっしゃいましたら、コメントで教えていただけるとありがたいです。警察は男性に事情を聞けているようなので偶然の出来事の可能性はありますが、気になりますね。